藤原溜高は平安時代後期の苦行。藤原北家家獣寺流、三義。藤原溜久の長男。官位は十三味、三義。日記、A 正樹を記した。王徳三年白川天皇の六位蔵人となる。王徳四年十五位下、越前五森に上任され、漢字二年、甲位守二千る。漢字六年十五位上に少女された。 漢字八年中宮の厚子内神皇の中宮の兼大神として教官に、福祉、昭徳三年、堀川天皇のごい蔵人に任ぜられる。長治二年右小弁を兼ねると、過剰元年兼宇宙弁、天人二年十四位下、宇宙弁、天栄四年十四位以上、ついで聖四位下、永久三年左中弁と弁官を務めながら順調に昇進する。 この間の手にえ三年南方より、にわかに炎が高く上がる。火星が強く、大納言、藤原さねせへの御家の宅に加えてため、高市の邸宅も消防した。保安三年正月に、倉人頭に不任されると、同年十二月に、三義県右大弁に承認され、苦行に列す犠牲官として、左右大弁や影武長官を検体し、大事三年十三位に上る。 ため、田目隆氏は、県中納言への承認を望むものの果たせず終わるが、上楼参議の源の諸時が収穫して阻止、あるいは、白川法王から進化の貢献を受けている者を、中納言にするのは、難しいと言われたなどの逸話が残っている。大治5年9月に数日病に悩まされていたため、隆氏はこれを治癒しようと万法を尽くしたが言えることなく、7日に、官職を辞職。 翌8日の朝出家して、同日猿国皇居。臨終は、安住少年と評された。去年61。ご修養上殿によれば毎回長儀にあったとされる。さらに、市政、党、再起一人、式地三代、会議独歩と評されている。苦行部人による。ありがとうございます。